です、はい、今日はエネゴリ君はお休みでございます。今日は緊急で、ビデオを撮っておりますが、なぜ撮っているかというとですね、残念なお知らせがあって、撮っております。その残念なお知らせっていうのはですね、僕が以前よりお伝えしておりました CB1、 そしてその第2弾 ODU1、 素晴らしかったですよね。僕の動画でも4万再生数を超える、アクセスをいただいてたのに、残念ながら生産がストップしました。残念。実は聞いておりました。大人の事情でお話できませんでしたけども、ですのでですね、細かいことは言えないんですけど、とりあえずツイッターとかでですね、僕のツイッターとかで、ここに在庫ありますよとか、つぶやいておりました、個人的に。せめてもと思って、せめても探してる人に早く届けばと思って、お伝えしておりました。で、具体的な数は僕もちょっとわからないので言えないんですけども、ここ外に出たのは数十台なんですけども、数十台というかもうちょっとですよね前半というか、国内は、すごい空前のヒットをしまして、百数十台のみ、発売されたようです。本当に購入できた方、実は CBU1 の方はまだあるようです。僕も何個か見かけます。気になっている方はぜひお早めにお買い求めください。ODU1 の方はちょっともうほとんど在庫を僕は見かけません。あったらラッキーなんで、気になっている方はぜひ早めにお願いします。本当にもう 1,2 個買っておきたかったんですけども、僕ももう手に入らない状態でですね、本当にすいません。でもこのね動画を、僕多分動画を見てくれた方が買ってくれてる方が多いと思うので、ちょっとね具体的にどんな音を出せばいいかみたいなことをちょっとやっていこうかなと、今日は参考例をねやってみたいと思います。それではいろんなネオソウルというか、まあそれの元祖となったデビッド T の奏法とかをですね紹介しながらやっていきたいと思います。セッティングはこんな感じでね、これ以上のセッティングはまあロックっぽくなったり、なんかまあソウルからちょっと外れるので、これもですねやっぱりそもそも大音量でいいチューブアンプを使ってですね、自然なこう歪みを足してったらこうなるよねみたいな音をこのODU1 をですね発揮できます。これが素晴らしいんですよね。では僕のソウルブラザーと演奏してみたいと思います。いってみましょう。
まあ、ちょっといろんな例えばポール・ジャクソンとかのフレーズもちょっと織り交ぜましたけども、いやもうソウル系には欠かせないアイテムになってますね。もうとにかくこのちょっと歪んでるのか歪んでないのか分かんないような、真空管アンプがちょっとこう飽和してるような感じがねたまりませんよね。本当にね素晴らしいエフェクターだと思うので、ゲットされた方はもうぜひ大切にしてください。またねこの ODU1 を使っている人と出会えることを楽しみにしております。それでは、よかったら、いいねボタンを、もしいいじゃんっていう人がいらっしゃいましたらチャンネル登録よろしくお願いします。それでは。